そうですね、まあ、ジャカルタのタクシーも以前に比べたら、まあ、クオリティも上がってきてるという話は聞くんですけども、やっぱりまだまだ、相手が日本人、外国人、ちょっとわからない人間だとドライバーが判断するとちょっと遠回りしてみたりメーターを上げなかったりとかいうのは、私も実際に経験してますし、まあ、空港なんかでは特に、まあ、こちらではもう日本人はブルーバードエクスプレスというふうには言われてるんですけども、まあ、混み合う時間帯とかはそのブルーバードにすごい列ができてるんですよね。もうそうするともう30分40分ともうタクシーを待たないといけないような状況がありますし、まあ、あとはまあそうですね、夜間に関してはやっぱりちょっと、ブルーバードエクスプレスであっても、ちょっと心配なところはありますね。